はい、望月凛です。今回は起業家、エンジェル投資家、インフルエンサー、そして作家としても活躍しているナバル・ラビカントさんのことが書かれたシリコンバレー最重要思想家ナバル・ラビカントを解説していきます。この本は一言で言うと、運に頼らずにリッチになる方法を教えてくれる本だ。運に頼らずにリッチになる方法か。はあ、言うまでもなくお金は大切なものだ。お金があれば私たちは自由に生きることができる。今の狭いマンションが嫌ならタワーマンションに引っ越すことだってできるし、車やドラム式洗濯機が欲しければすぐに買うことができる。そしてどんなレストランにだって入ることができる。なんなら子供の面倒や掃除だって誰かにやってもらうことができる。そうですね。お金があればいちいち家賃とか教育費とか食費とかの些細なことで悩むことも減りますしね。はあ、そのため多くの人が少しでもお金を手に入れるために毎日一生懸命に働いている。これが資本主義社会だ。はい。だが毎日一生懸命に働いているのにもかかわらず、残念ながらほとんどの人は一生お金に悩まされて生きることになる。確かに全然お金が増えない。その原因は政府が悪いわけではなくて、お金持ちになるための具体的な方法を知らないからだ。方法？はあ、とにかくがむしゃらに残業したり転職したり資格を取ればお金持ちになれると勘違いしている。え、違うの？残念ながら残業したり転職したり資格を取ってお金持ちになった人などほとんど存在しないぞ。そこでこの本からお金持ちになる正しい方法を学ぼうというわけだな。なるほど。でもこの人もどうせ運が良かったり、最初から家がお金持ちだったんでしょ？いや、お前よりはるかに貧乏だったぞ。え？まずはこの本の主人公であるナバル・ラビカントについてざっくりと説明しようか。お願いします。この人は1974年にインドで生まれて、その後にアメリカに移住してニューヨークで貧しい移民として育った。15歳の時にはデリバリー、新聞配達、皿洗いなどをこなして、とにかく生きていくのに必死だったそうだ。きつそうだな。その後なんとか大学に進学し、25歳の時にエピニオンズというサービスで起業すると、29歳の時には求人広告取引所であるバスト .com という会社を立ち上げ、36歳の時には起業家とエンジェル投資家を結ぶプラットフォーム、エンジェルリストを立ち上げる。9年で3つも会社を作ったのかよ。ああ、また初期のウーバーやツイッターにも投資もしており、最優秀エンジェル投資家にも選ばれている。よくわからないけどすごいことだけはわかるな。そして今では200万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして、人生やお金、ビジネスなどについてもいろんな教えを発信しているんだな。だからシリコンバレー最重要思想家なのか。そうだ。とにかく何も持たないどん底の移民から腕一つで上り詰めた人なんだな。今日の授業を受ければ、そんな運に頼らずにリッチになる方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、お金持ちになりたければ寝ている間も稼いでくれる資産を持たなければならないだな。寝ている間も稼いでくれる資産？不動産とか？ああ、自分が寝ている間もお金を稼ぐ仕事はいくつかある。それはビジネスオーナー、不動産オーナー、本の著者、株、アプリ制作者、ブロガー、YouTuber などだな。確かに寝ていても不動産があればお金を稼げるし、一度 YouTube にアップした動画は自分が寝ていても見られ続けてお金を運んできてくれますもんね。ああ、この本ではお金持ちになりたければ、このように自分が寝ている間もお金を稼いできてくれる資産を持つべきだと書かれているんだ。逆に自分が起きている間しかお金を稼げないのなら、お金持ちになることはできない。ん？医者とか弁護士とかでもですか？そうだ。なぜなら人が1日に働ける時間なんて限られているからだ。だいたい1日8時間くらいだろう。プライベートもあるし、息抜きも必要だ。そうですね。このようにいくら時給が高い医者や弁護士であったとしても、時間を切り売りしているようでは経済的自由が得られるほどには稼げないんだ。へえ。しかし世の中の大体の人は、お金持ちになりたいと本気で思いながら取っている行動は、必死で勉強していい大学に入り、そしていい会社に入ろうとする。資産を作るのではなく、お金や地位を求めて行動している。だがそれだとお金持ちには永遠になれないんだ。ちょっと待ってください。
お金や地位を求めていたらお金持ちになれないんですか？なれない。なんで？例えば地位を上げようと思ったらできるだけいい大学に入り、大企業に入社して医者にでもなって出世をしていくのがいいだろう。そうですね。そうすれば多くの人から尊敬される。またお金を稼ごうと思ったらできるだけいい給料を出してくれる会社に入って、とにかくいっぱい残業してたくさん資格を取ることが重要になる。はい。これらはただ自分の時給を上げるための行動でしかない。肝心の自分が寝ている間もお金を稼げる資産を持つことには近づいていないのだ。そうですね。誤解してほしくないから言っておくが、医者も弁護士も素晴らしい仕事だぞ。はい。だが何度も言うが、もしお金持ちになりたいのであれば、自分が寝ていても稼げる状態でないといけないのは動かぬ真実なんだ。ってことはもしかして、お金持ちになりたかったら東大を出て大企業に勤めるのではなく、YouTuber を目指したり不動産オーナーになる方がいいってことですか？察しがいいな。そうだ。でも YouTuber なんて医者とか弁護士と比べると地位が低いですよね。だからさっきお金持ちになりたければ地位やお金を求めるなと言っただろう。あ、そうか。ちなみにナバルさんからすると、地位を上げたりお金を稼ぐためのゲームは避けなくてはならないと言うんだ。なぜなら競争が激しすぎる上にお金持ちになれないからだ。ほう。お金持ちになりたければ本当に参加するべきゲームは、自分が寝ていてもお金が入ってくるような資産を築くことだ。そのゲームにさえ勝てばお金持ちになれる。ちなみに医者をやりながら YouTuber をやっている人は鬼に金棒みたいな状態だな。ここではお金持ちになりたければ寝ている間も稼いでくれる資産を持たなければならないということを覚えておいてくれ。これは大大大大大前提だ。わかりました。次はお金持ちになりたければ自分の代わりに人、金、高度、メディアのどれかに働いてもらうしかないだな。自分の代わりに働いてもらう？ああ、さっきお金持ちになるには自分が寝ていてもお金を稼ぐ資産を築くしかないと言った。はい。そしてその仕事はビジネスオーナー、不動産オーナー、本の著者、アプリ制作者、ブロガー、YouTuber だと言った。そうですね。実はこれらのお金持ちになれる仕事は全て自分の代わりに人、金、高度、メディアのどれかに働かせているんだ。どういうこと？まず一つ目の人から説明していく。わかりました。これは自分の代わりに他人に働いてもらうということだな。自分の代わりに料理を作ったり接客をしたり人を採用したり雑務などをしてくれる人を雇うことができれば、自分が休んでいてもお金を稼ぐことができる。実際にセブンイレブンやユニクロ、マクドナルドは人を大量に使うことで全世界で素晴らしいサービスを展開することができている。そうすれば経営者は寝ていてもお金が入ってくるようになる。なるほど。そして二つ目は自分の代わりに金に働いてもらうという方法だ。金か。簡単な話、銀行から3億円を借りてマンションを買って誰かに貸すことができれば、自分が休んでいても家賃が入ってくるようになる。はい。そして3つ目は自分の代わりに高度に働いてもらう方法だ。これはプログラミングで自分のアプリやサイトを作ることだ。例えばアップストアで自分の作ったゲームのアプリを発信して、そのアプリをたくさんの人に使ってもらうことができれば、自分が寝ていてもお金を稼ぐことができる。またひろゆきさんのように2チャンネルというサイトを自分で作るのもありだろう。なるほど。これが高度に働かせる方法だ。そして4つ目は自分の代わりにメディアに働いてもらうという方法だ。これは YouTube の動画や記事、音楽、出版した本、ポッドキャストなどのことだな。動画や記事、本、音声など発信したコンテンツは自分が寝ていても人に見てもらうことができる。そうすれば自分が休んでいてもお金が入ってくるようになるということだな。なるほど。これがメディアに働かせるという方法だ。実際に医者や弁護士よりもそこら辺の有名 YouTuber や VTuber の方が稼いでしまっているのは、このようにメディアに働かせているからなんだ。そういうことか。どちらにせよ大きくお金を稼ぐためには、他人、お金、高度、メディアのどれかの力を使って自分の24時間を超えたサービスを提供しなければならないということを覚えておいてくれ。わかりました。次はお金持ちになる近道は動画化音声を発信することだな。動画化音声を発信する？ああ、
それが現代においてお金持ちになるための最速最短の近道だ。マジかよ。ああ、というのは自分の代わりに人、金、高度に働かせる方法は難易度が高いからだな。そうなの？ああ、実際に自分の代わりに他人に働かせると言っても採用して仕事を教える必要がある。しかも人は辞めるし、給料や環境に不満を抱くこともあるし、転職するし、何度言ってもうまく動かない人もいる。なんだったら遅刻したりバックレたりもする。海外だとデモを起こされたり、労働組合からいろいろと突っ込まれたりもする。何より今日本は人口が減少していて、中小企業は採用が難しくなる一方だ。確かにそうか。零細企業であれば人なんて集まらないぞ。人を動かすっていうのは思っている以上に難易度が高いんだよ。確かに自分が人を採用してうまく働いてもらうなんて想像できないですよ。うむ。また金に働かせる方法はものすごく簡単だが、手元にお金がないとできない。実際に銀行から3億円を借りてきて1棟のマンションを買うことはほとんどの人にはできないだろう。できませんね。そもそもそんなにお金を借りられないです。そうなるとコードかメディアしかない。で、お前プログラミングできるか？いやいや、できないですよ。日本語すらまともに使えないのに。そうだろう。コードを書くだけでも難しいのに、2チャンネルみたいに人気のサイトやゲームのアプリを作ろうと思うと、さらに難易度は跳ね上がる。はい。まあ、プログラマーはコードに働かせる方法を検討するのもいいが、普通の人は無理だ。そうですね。ということは必然的にメディアしかないということになる。なるほど。それもブログなんてなかなか見られないし、音楽を作るのも難しい。本を一般人が出すこともできないだろう。そうですね。ということはもっと具体的に言うと、お金持ちになりたければメディアの中でも YouTube、ポッドキャスト、またはインスタグラマーをやるしかないってことになる。ツイッターは？個人的にはツイッターは微妙だな。ツイッターダメなのかよ。ああ、なぜならツイッターのフォロワーが多くても YouTube の動画を見てもらえないからだな。 TikTok は？ TikTok も悪くはないが、いつ使用禁止になるかわからないのが怖いところだ。なるほど。ということで、お金持ちになる近道は動画か音声を発信することだということを覚えておいてくれ。はい。次は自分がオタクになれるものを動画や音声で発信するだな。自分がオタクになれるものを動画や音声で発信するか。ああ、今まで説明してきたように、お金持ちになる近道は YouTube、ポッドキャスト、またはインスタなどを発信することになる。じゃあ試しに YouTube を始めるとしようか。はい。でも YouTube って芸能人とかも増えて、もうめちゃくちゃレッドオーシャンなんですよね。確かにそうだが、これ以外に一般人のお前がお金持ちになる方法はないぞ。ぐーん。だから考えるしかない。どうやって人から見られる動画や音声を発信するかをな。そうか。ちなみにこの本では人から見られるために大事なのは特殊知識だと言うんだ。特殊知識？何ですかそれ？これは訓練では身につけられないような専門性や創造性の高いもののことを言う。まあ簡単に言うと、普通の人は知らないような深い知識を持っているということだ。深い知識か。で、この深い知識を手に入れるためには、自分が大好きなことや純粋な好奇心でやっていることを追い求めることが大事なんだ。純粋な好奇心？ああ、例えば鉄道オタクという人たちがいるだろう。はい。私は何がいいのか全くわからないんだが、電車の写真を撮り電車を見るだけで興奮できる人たちだ。いますね。そういう人たちは無意識に電車の知識が一般人よりも圧倒的に詳しい。それこそどこのどの場所で写真を撮れば綺麗に電車が撮影できるのかとか、撮影に適した望遠レンズの種類とか、電車の知識も専門家並みだろう。もうこれは学校とかでは学べない知識だ。そうですね。このように学校では学べないけど深い知識を発信することが大事なんだ。ほう。これはもちろん人によって変わるぞ。例えばエアガン、腕時計、文房具、読書、歴史、トレーディングカード、ゲーム、チョコレート、料理、筋トレなど、自分がオタクになれるものが何かあるはずだ。僕は腕時計は好きですね。それがもしかしたらお前が YouTube やインスタ、ポッドキャストなどで発信するべきテーマなのかもしれないな。だがちょっとやって飽きるものはダメだ。
ずっとハマれるものを発信する必要がある。難しいな。またこの本では特殊知識を身につけるプロセスは君には遊びのように思えるが、はためには仕事をしているように見えると書かれている。ほう。つまりお金を儲けるためにやっているという動機よりも、儲からなくても好きだからやっていられることを発信するべきなんだな。へえ。例えば私は電車に興味がないと言っただろう。はい。そんな私が儲かるからといって電車系の YouTube を始めるというのは良くないんだ。なぜなら 100% 続けられないからだな。なるほど。たとえ儲かるからという理由で続けられたとしても、好きじゃないから少しの誹謗中傷でやめてしまうし、好きじゃないから努力も工夫もできない。もちろん突き詰めることもできない。この本にも 100% のめり込めないのなら大差で負けると書かれている。そうなのか。自分が本当に好きなことであれば、こんなのがあればいいのになという想像もできるはずだ。じゃあただただ好きでつい詳しくなってしまったことを発信するのが正義なのか。そうだ。お前がわけもなく惹かれるもの、その物事の中にお前が発信するべきことがあるのだ。ここでは自分が好きでオタクになれるものを動画や音声で発信するということを覚えておいてくれ。わかりました。次は自分が好きなことをどういう風にアウトプットすればお客さんが喜ぶのかを知る、だな。ここも引き続きどういったことを意識して YouTube、Podcast、またはインスタを発信すればうまくいくのかを説明していく。はい。それは自分が好きなことをどういう風にアウトプットすればお客さんが喜ぶのかを知ることだ。まあ世間のニーズを知るということだな。ニーズか。はあ。例えば鉄道オタクであれば、動画のタイトルを475系の撮影に行ってきましたというタイトルよりも、鉄道オタクが選ぶ最高の撮影場所5000などのタイトルにすることで多少は見やすくなるだろう。確かにそうですね。それに特にどういった内容が好まれるのかも知っておくといいだろう。また声はゆっくり音声などを使うのもありかもしれないな。結構ありますもんね。このように好きなことが分かったら、世間が求めているニーズを知ることが大事になる。そのためには最先端のトレンドや伸びている YouTuber などをチェックしてみるといいだろう。なるほどな。それを見て真似するというよりは、どういうものが見られているのかのニーズを知るということが大事なのだ。ここでは自分が好きなことをどういうふうにアウトプットすればお客さんが喜ぶのかを知るということを覚えておいてくれ。はい。次は自分らしさで他との差をつけてアウトプットする、だな。自分らしさで他との差をつけるか。はあ。自分が好きなことが分かり、世の中のニーズも把握できたら、最後は自分らしさで他との差をつける作業に入る。自分らしさって？それは例えば声、ビジュアル、プレイ内容、トーク力、分かりやすい説明、面白く話す、知識、ユーモアなどになるな。これ以外にもたくさんあるんだが、とにかく何か一つ個性がないとなかなか伸びないんだ。なんで？ふむ。個性がないということは他と同じものを提供しているということだからな。当然伸びづらいし、伸びたとしても誰かと競争になってしまうだろう。だが誰にも真似できない自分の個性を発揮できれば、そういった競争から抜け出すことができる。そうか。それは些細なことでいいんだ。例えば声がなんかいいとか明るいとかな。そんな些細なことでいいのか。ああ。実際にお前が好きで見ている YouTuber は、声、ビジュアル、プレイ内容、トーク力、分かりやすく説明する、面白く話す、知識、ユーモアなどのどれかが他と違って個性的なはずだ。確かにそうですね。その差があるからお前は他の YouTuber ではなく、その YouTuber を見るようになったのだ。逆に言うと、自分が誰かと競争しているときは、要するに他人と同じことをしているということになる。なるほど。でも僕に自分らしさとか強みなんてないんですけど。いや、そんなことはないぞ。え？人はみんな違うように、必ず何かしら自分の個性がある。それはもしかしたらまだ自分が認識できていない強みかもしれない。とにかくその自分らしさを活用して、 YouTube、Podcast、またはインスタなどで発信する必要があるんだ。わかりました。そしてここまで説明した好きなこと、ニーズがあること、そして個性の3つが重なり合うことが自分の発信するべきことになるだろう。ここでは
自分らしさで他との差をつけてアウトプットするということを理解しておいてくれ。わかりました。次は時間をかけて発信内容を微調整し続けるだな。発信内容を微調整し続けるか。ああ、なぜなら今まで説明した方法をやっても当然だがすぐには結果が出ないからだ。ほとんどの人は自分で思っているような期間内に成功することはきっとできないだろう。ここで大事なのは辛抱強く続けながら微調整し続けることだ。1年 YouTube をやってもダメなら心折れそうだな。ふむ、少し面白い話をしよう。お願いします。こういった YouTube、ポッドキャスト、またはインスタなどは季節で言うと冬から始まるものなんだ。冬？ああ、本来であれば季節は春夏秋冬と進むが、ビジネスは冬から始まる。冬春夏秋の順番だ。つまり最初の冬は動画を投稿しても全く伸びないし、うんともすんとも言わない時期だ。これがめちゃくちゃ長い。大体の人はこの最初の冬を乗り越えられない。なるほど。だからこの冬を乗り越えるために自分が好きなことを発信しないといけないのか。そうだ。ここでやめてしまうことは多分本当は好きじゃないことだったんだ。そうか。だから行動そのものが目的になることをやるべきなんだな。また最初にお金を稼ぐゲームと地位を上げるゲームを避けなさいと言っただろう。言ってましたね。それはこの冬の時点ではどれだけ動画を投稿してもほぼ0円だし、周りからは笑われやすいからなんだ。おそらく親はバカなことをしていないで勉強しろと言うだろう。なるほどな。すげえ、全てつながっているんだ。そうだ。そしてある日いきなり自分の動画や音声が伸びるまで微調整をし続ける。そして伸び始めた時が春だ。そして一気に1000人1万人とリスナーが増える。それが夏。そしてもう一度成長が鈍化する冬がやってくる。そしたらまた少しずつ微調整し続けて春を目指す必要があるというわけだ。なるほど。やっぱり一筋縄ではいかないんですね。そうだ。だが一昔前は経営者や不動産オーナーになるくらいしか経済的な自由を得ることはできなかったわけだから、これでもかなりイージーゲームな方だぞ。確かに。ということでここでは時間をかけて君のやっていることを微調整し続けるということを覚えておいてくれ。最後は努力量よりも方向性が大事だな。努力量よりも方向性が大事か。はあ、なぜなら方向性が間違っているとどれだけ努力してもリッチになることはできないからだ。実際に今日自分一人がただがむしゃらに働くだけではお金持ちになれないことがよく分かっただろう。そうですね。お金持ちになるためには自分が寝ていても稼ぐことができる資産を作るようにしないといけないんですよね。そうだ。にもかかわらずほとんどの人はそんなことは考えずにただ漠然と努力をしている。勉強、仕事、資格、残業をして月の給料を上げようとする。別にそれが好きならいいんだが、もしお金持ちになりたいのなら方向性が間違っているんだ。なるほど。実際にこの本には努力は過大評価されている、方向性は過小評価されていると書かれている。へえ。方向性っていうのは何をするか、誰とするか、いつするかを理解することだ。今日の授業でお金持ちになるための方向性が少しは定まったはずだ。はい、動画か音声を発信するしかないですね。ふむ、次は何を発信するのか、いつ、どのプラットフォームで、自分の個性って、飽きることがないくらい好きなことは、考えることはたくさんある。それを考えるために何もしない空っぽの時間を持つのがいいだろう。空っぽの時間か。ああ、忙しいと考えることなく流されてしまうからな。週に1日2日、何もしない空っぽの時間を設けて、カフェでコーヒーでも頼んで深く考えてみるんだ。ここでは、努力量よりも方向性が大事だということを覚えておいてくれ。わかりました。まとめだな。運に頼らずにリッチになる方法。お金持ちになりたければ、寝ている間も稼いでくれる資産を持たなければならない。地位とお金を稼ぐゲームを避ける。お金持ちになりたければ、自分の代わりに、人、金、コード、メディアのどれかに働いてもらうしかない。お金持ちになる近道は、動画か音声を発信すること。自分が好きでオタクになれるものを、動画や音声で発信する。自分が好きなことをどういう風にアウトプットすればお客さんが喜ぶのかを理解する。
自分らしさで他との差をつけてアウトプットする、時間をかけて動画や音声を微調整し続ける、努力量よりも方向性が大事、何もしない空っぽの時間を作って何をするべきかを考える、だな。特に気になった部分はあるか？そうですね、やっぱり YouTube や音声発信をやらないと損だなって思いました。ふむ、確かにこれはお金持ちになるためのバグ技みたいなものだからな。ちょっと前までは会社経営者や不動産オーナーくらいしかお金持ちになれなかったわけだからな。そうですよね、せっかくテクノロジーの進歩で新しくお金持ちになれる方法が増えたんだから、これを使わない手はないですよ。そうだな、ちなみに今日言ったことをうまく活用してお金持ちになれたとしても幸せになれるとは限らないぞ。え？この本の中盤にもお金は幸福になるためのほんの一部でしかないと書かれている。何？実際にお金持ちでも自ら命を絶つ人はいるしな。お金を稼いですぐに幸せってわけにはいかないのか。ああ、もしお金を稼いで経済的な自由を手にすることができたら、次は幸福になるためにいろいろと考えるべきことが出てくるんだ。幸せまでの道投げ。最初にも言ったが、ナバル・ラビカントはお金の話だけでなく人生、幸福など哲学的な部分も話しているんだ。それ聞きたいな。ふむ、長くなるからそれは次の動画で説明することにする。わかりました。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。